にゃ。ワクワク。ああ、そこか。何してんの？え、たまにはのんびり過ごすのもいいよね。何？メープルの中に。世界がぐよぐよ。ここどこだろう。ここい。食べないよ。本当かな。うん？鍵、とある扉を開けるための3つの鍵のうちの1つ。本当は発生条件があるはずだから。発生条件か。7層の地図。何かのイベントの探索で使うものに間違いないと思う。きっとこのどこかが当たりで、他は手がかりになってるんじゃないかな。第2回イベントのやつと同系統。イバルの枷。それでもって眠りの壁。皆そこへのいざない。悪事件にじみ出る混沌。うわー、よーし、勝った。対人戦だとやられる方がかわいそう。と、さてと、奏からはもう一箇所教えてもらってるけど。うわー、変な感じ。風も強いね。飛んでっちゃいそう。奏が教えてくれた遺跡にレッツゴしないよね。大丈夫、シロくん。おぼろ進化。かわいいぜ。新規実装大津に。にゃーん、細かいバグが。次のイベントはどうされますか。プレイヤーも化け物じみている以上、こちらも化け物をぶつけるしかあるまい。この手どころか、メイプルは触手まで生やしてるのにな。よりによってメイプルに。体内からモンスターが爆発するのは初めて見ました。あと食べたりとかだよね。